アマゾンエアはアマゾン .com の貨物を輸送するバーチャルエアラインの貨物航空会社である。自社の保有機材はなく、前期が他社からのリース機材となっている。もともと社名はアマゾンプライムウェアだったが、ドローン配信サービスのアマゾンプライムウェアと差別化を図るため、2017年に現在の社名へ変更された。2013年8月、アマゾン .com は 専用輸送機としてボーイング767から300をこの先2年以内に購入またはリースで40機まで配備する予定を発表した。以前から11機を自社専用として運行していたが、世界の顧客への配達のさらなるスピードアップのための拡張計画の一環として、ユナイテッドパーセルサービス、DHL、フェデックスの輸送機に依存しない方針を固めた。 同時に世界に集荷センターを145カ所まで増設し、また配送トラックも4000台増強を予定。2015年、アマゾンはプロジェクトエアロスミスの一環として、ウィルミントンエアパークで貨物機の試験飛行を開始した。同年12月、アマゾンは新たに子会社として貨物航空会社を設立すると発表した。2016年3月、アマゾンは エアトランスポートインターナショナルの株式を最大19%保有する権利を取得し、20機のボーイング767による貨物便運航を開始した。2017年1月31日、アマゾンは新品機能在ッキー国際空港をアマゾンプライムエアのハブ空港にすると発表し、同年4月30日に運航を開始した。 アマゾンは4000万ドルの税優遇措置を受け、広さ28万平方メートル、最大2000人の雇用を創出する100機の貨物便を、中期可能な航空貨物専用施設を50年契約で、空港施設運営者と借り上げ契約し2021年完成で着工したことを発表した。この計画の費用は15億ドルと推定されている。2017年12月、 ドローン配送サービスで、ア・アマゾンプライムウェアとの混同を防ぐため、社名をアマゾンプライムウェアからアマゾニアに変更することを発表した。2018年12月、アマゾニアは新たに10機のボーイング767をリースした。アマゾンは、ホートアースアライアンス空港を新たな地方ハブ空港とすると発表した。2019年から2020年にかけてアマゾンは、 エアトランスポートサービスグループから新たに10機のボーイング767から300回をリースする契約を結んだ。これによりアマゾニアの運行する機材数が50機となった。シンシナティノーザンケンタッキー国際空港の工事は2020年に第1段階が完了し、2025年から2027年に第2段階の工事が行われる予定となっている。 アマゾンエアは最終的にシンシナティを中心とし1万5千人の従業員によって200便以上の貨物便運行を行う計画を進めている。2020年7月、アマゾンエアは最大600万ガロンの持続可能な航空燃料を確保した。タンパ国際空港に中期される3機のボーイング767、アマゾンエアは以下の都市へ定期便を運行している。 ゼネラルエレクトリック参加の航空機リース会社 GE キャピタルアビエーションサービスが2019年パリ国際航空省でーでアマゾンエアとボーイング737から8 0 0ト CF15 機のリース契約を締結したと発表した2020年現在アマゾンエア便として767から3 0 0ト DS 回 PCF が38機 737から800バイト CF が15機が運航されている。同年6月3日に767から300バイト DS 回、b c f を12機追加でリース導入することを発表した。これらの運航はリース契約を結んでいるアトラス航空、エアトランスポートインターナショナル、サザンエア、サンカントリー航空によって行われている。 ボーイング737から800バイト C 回、ボーイング767から300バイト CF。ありがとうございます。